バッチ売りの少女。それはひどく寒い大晦日の夜のことでした。あたりはもう真っ暗で、こんこんと雪が降っていました。寒い夜の中、みすぼらしい一人の少女が帽子もかぶらず、お母さんの大きな靴をなくしてしまったので、裸足でどこへ行くというわけでもなく歩いていました。足は寒さのために赤く腫れて青じんでいます。少女の古びたエプロンの中にはたくさんのマッチが入っていて、手の中にも一箱持っていました。一日中売り歩いても、買ってくれる人も、一枚の銅貨すらくれる人もいませんでした。少女のお腹はペコペコで、寒さにブルブル震えながらゆっくり歩いていました。どの家の窓も明かりが赤々とついていて、お腹がぐーっとなりそうなガチョウの丸焼きの美味しそうな匂いがします。そっか、今日は大晦日なんだ、と少女は思いました。地べたに少女はぐったりと座り込んで、身を縮めて丸くなりました。小さな足をぎゅっと引き寄せましたが、寒さをしのぐことはできません。少女には家に帰る勇気はありませんでした。なぜならマッチが一箱も売れていないので、一枚の銅貨さえ家に持ち帰ることができないからです。小さな少女の手は今にも凍えそうでした。そうだわ、マッチの火が役に立つかもしれない、と少女は思いました。マッチを箱から取り出して壁でこすれば、手が温まるかもしれません。少女は一本マッチを取り出してシュッとこすると、マッチがメラメラ燃え出しました。暖かくて明るくて、小さなろうそくみたいに少女の手の中で燃えるのです。まるで大きなストーブの前にいるみたいでした。いえ、本当にいたのです。目の前にはピカピカのストーブがあるのです。とても暖かい火がすぐ近くにあるのです。少女はもっと温まろうと、ストーブの方へ足を伸ばしました。と、その時、マッチの火は消えて、ストーブもパッとなくなってしまい、手の中に残ったのは、マッチの燃えかすだけでした。少女は別のマッチを壁でこすりました。すると、火が勢いよく燃え出すと、とても眩しくて、いつの間にか部屋の中にいました。テーブルには豪華な銀食器の上にガチョウの丸焼きが乗っていました。ガチョウの丸焼きは湯気が立っていて、とても美味しそうでした。しかし、不思議なことに、そのガチョウが胸にナイフとフォークが刺さったまま、お皿から飛び降りて、床をよちよち歩き出し、少女の方へ向かってきました。その時、またマッチが消えてしまいました。よく見ると、少女の前には冷たく湿った分厚い壁しかありませんでした。少女がもう一つマッチをすると、次はきれいなクリスマスツリーの下に座っていたのです。ツリーはとても大きくきれいに飾られていて、少女がガラス戸越しに見てきたどんなお金持ちの家のツリーよりも綺麗で豪華でした。ショーウィンドウの中にある鮮やかな絵みたいにツリーの周りの何千本もの細長いろうそくが少女の頭の上でキラキラしていました。少女が手を伸ばそうとするとマッチはふっと消えてしまいました。たくさんあったクリスマスのろうそくはみんなぐんぐん空に登っていって夜空に散りばめた星たちと見分けがつかなくなってしまいました。その時少女は一筋の流れ星を見つけました。誰かが死ぬんだと少女は思いました。なぜならおばあさんが流れ星を見るといつも人が死ぬと流れ星が落ちて命が神様のところへ行くと言ったからです。でもその懐かしいおばあさんはもういません。少女を愛してくれたたった一人の人はもう死んでいないのです。少女はもう一度マッチをこすりました。少女の周りを光が包み込んでいきます。前を見ると光の中におばあさんが立っていました。明るくて本当にそこにいるみたいでした。昔と同じようにおばあさんは穏やかに優しく笑っていました。おばあちゃんと少女は大声を上げました。ねえ、私を一緒に連れてってくれるの？でもマッチが燃え尽きたらおばあちゃんもどこかへ行っちゃうんでしょ？あったかいストーブやガチョウの丸焼き、大きくて綺麗なクリスマスツリーみたいにパッと消えちゃうんでしょ？少女はおばあさんが消えてしまわないようにマッチの束を全部出して残らず火をつけました。マッチの光は真昼の太陽よりも明るくなりました。赤々と燃えました。明るくなってもおばあさんはいつもと同じで、昔みたいに少女を腕の中に抱きしめました。そして二人はふわっと浮かび上がって空の向こうのずっと遠いところにある光の中の方へ高く高く登っていきました。そこには寒さも腹ペコも痛みもありません。なぜなら神様がいるのですから。朝になるとみすぼらしい服を着た少女が壁に寄りかかって動かなくなっていました。頬は青ざめていましたが口元は笑っていました。今日は1月1日、一年の一番初めの太陽が一体の小さな亡骸を照らしていました。少女は座ったまま死んで固くなっていて、その手の中にマッチの燃えかすの束が握りしめられていました。この子は自分を温めようとしたんだと人々は言いました。少女がマッチで不思議で綺麗なものを見たことも、おばあさんと一緒に新しい年をお祝いしに行ったことも誰も知らないのでした。おしまい。